Vai far pelone amoroso notte giorno di torno。皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日はルーディメンタルチャレンジ、ウィーク37かな、37週目の紹介動画をやっていきたいなと思います。37週目なんですけれども、ドラッグパラディドルのナンバー2ということでやっていきますね。今週いっぱいドラッグパラディドルのナンバー1をやってまして、次ナンバー2です。でナンバー2なんですけれども、ナンバー1がアクセントからのだったんですけれども、その前にもう一段アクセントプラスドラッグをつけて、というようなルーディメンツになってます。このルーディメンツなんですけれども、昔とある、教則本っていうのかな、の中にドラッグパラディドルナンバー2ではなく別のエクササイズとして、ね、書かれていて、何回もやっていたので、あ、これだったのかと今更の発見なんですけど、その時に結構やったんで、これいける気がしてます。頑張ります。ということで、妄想するルーディメンタルチャレンジも終わりに近づいてきました。残り4週全力で頑張っていきましょう。ではまた来週。